7月27日のケリヒメスイーツ。あと1日プラス数時間。今日火曜日だからね。まあ実質今日明日あたりで終わらせておかないと。今日は経験値成値が入ってるから、うん、その分ランがでかいね。達成報酬を見て、アイテムをゲットして、メタグリ、ハーフメタグリ、そんなもんか。まあこのあたりはなくてもいいかな。強化ポイント一応他の物でもいくらでも上げられちゃ上げられるから、無理して取らなくてもってとこですね。じゃあこっちに切り替えようか。雷魚、マッキョ、何でいこうかな。ヒット数がそこそこあるやつとか、まあ、スーパーロボがとりあえず簡単かな。レッツゴー。あとは娘メンバーの、まだ出るかな、助っ人 NPC で、うん、新しい子使ってあげて、名前は忘れた。ここも、あ、でも適当に誰借りても大丈夫な。カリンが、うん、まあまあ減らしてくれるし、なんならこれ主人公とどっちもミリオネアにしちゃって、それで稼ぐっていうのはありだな。よいしょ。ここで大きくなった。で次のターンでミリオネアをして終わりかな。毒のお風呂でくつろいでるやつがいる。まあいっか。これで手持ちのでいく時間と、まあ人の借りた方が早いかな。手持ちのでやれなくもないだろうけども、1回の戦闘で2人分で稼ぐよりかは、とっとと周回しまくって、あ、間違えた、間違えた時のそのフレンド登録申請のさ、解除が欲しいよな。ノアってヒット数どんくらいあったかな。見た目以上に結構ヒット数あるんだよね、ノアって。15から、うん、7、8か。あとは当たる幅にもよるのかな。だいたい3ターンだな。これで終わっちゃわないから大丈夫か。よしよし、まだシールドは生きていた。また途切れてしまったな。この中途半端に勝ったというか、ブツブツ消えてるのがさっきもあったと思うけど、またね、 Wi-Fi の調子なのか、スマホ本体の方なのか、このね Wi-Fi をつないで、同じ Wi-Fi を使ってこの PC の方にもね、スマホの画面を出してるミラーリングをさせてるわけなんだけども、ただ復帰方法はね、簡単なの見つけた。多分となるとスマホの方の不具合なんだろうけど、ちょっと待ってね、とりあえず入ります。誰で行こうかな。ミリオネア ×2 やってみる手持ちのでいけるかな。レッツゴー。一回スマホの方のあのスワイプして、なんか Bluetooth とか Wi-Fi とかの画面のあるじゃないですか。また消えちゃった今日やばいな。で、あの Wi-Fi のボタンを一回切る。で、もう一回入れると、またミラーリングの、うん、やつが出てくるんで。前はね、なんかしばらく待ったり、PC 側のやつをね、オンオフやってみたりしたけども、スマホ側だろうな、となると。スマホの寿命動向ではないと思うから、
そしてこれ次のターンで終わっちゃうね。2人ミリオネアにした意味なかったね。先にミリオネア打たないとダメでしたね。まあせっかくなんで、じゃあ借りてきたミリオネアで、まあプラックプラチナどっちでも大丈夫か。今いいコンビネーションな感じだったね。なんか一度に攻撃するとかあったら面白そうだよね。あのバルキリープロファイルとかああいう系の戦闘でさ、自分の任意のタイミングで攻撃をさ行って、やり方によっては一度にさみんな飛ばしてみたいな、順番にってよりか。そしたらね、なんかヒット数とかも面白いことになりそうだよね。アクセサリー、今作りたいものがこちらですね。94、おあと6で揃うじゃないですか。じゃあこれもう一周できるんじゃないか。じゃあミリオネア借りて、今度は先にミリオネア ×2 にしときますか。それともまあ一旦目カリン打っておいて、でも結局アタッカーカリンになってたから、まあまあとりあえずミリオネア2体いってみましょう。あ、そうだ、告知があります。8月7日ライブに出ます。決定です。以上です。ツイッターとかで後で、詳細を出しておきます。ライブハウスの席数自体もね、何席限定だっけかな。やっぱコロナ禍だから全部で入れるわけにはいかないからね。ただ無観客ライブとかじゃないから、無観客ライブのさ、そういう配信のさ何回か見たことあるけど、やっぱレスポンスが、お客さんへのレスポンスがないからさ、難しいよねきっとああいうのって。ライブとしての熱量もわからないだろうし、お客さんがいないと。だからゲネプロやってるような感じなんだろうね。よいしょ、これで物が集まったので作りましょう。擬態雷魚の証、経験値。単純にあのおしゃれボックスのドロップアップもついてるから、普通に装備としてもちょっといいですよね。これで装備&強化、わーいいっぱい経験値、まあ、適当なもの使ってレベル上げもね、大したポイント数必要としないんで、うまうまですね。がっつり経験値また入りますな。よし、じゃあこんな感じで今日は終わりにしておきます。また明日。